第百五十五段。世に従わん人は、まず、機嫌を知るべし。ついで、悪しきことは、人の耳にも栄い、心にもたがいて、そのことならず。作用の折り伏を心うべきなり。ただし、病を受け、子、産み、死ぬることのみ、機嫌を図らず、ついで足とて、やむことなし。小、十、伊、 滅の移り変わる。との大事は、竹木川のみなぎり流るるがごとし。しばしも滞らず、直ちに行いゆくものなり。されば、親族につけて、必ず果たしとげんと思わんことは、起源を言うべからず。とかくの模様なく、足を踏みとどむまじきなり。春暮れてのち、夏になり。 夏果てて秋の来るにはあらず春はやがて夏の木を催し夏よりすでに秋は通い秋はすなわち寒くなり10月は小春の天気草も青くなり梅もつぼみぬ木の葉のおつるもまず落ちて恵むにはあらず下より兆しつわるに耐えずしておつるなり 向かうる木、下に儲けたるゆえに、待ち取るついではなはだ林、花肌生やし。小、老、病、死の、移り来たること、また、これに過ぎたり。四季はなお、定まれるついであり。死後は、ついでを待たず。死は、前より死も来たらず。かねて、後ろに迫れり。人皆、死あることを知りて。 待つことしかも急ならざるに、覚えずして来たる。沖の干方遥かなれども、磯より潮の満つるがごとし。